はいどうも、ちェほホンです。今回はこちら、iPhone 15を買ったら、最初にやるべき設定、1 5選をお届けしていきたいと思います。はい。えー、おすすめ、便利機能なんかも合わせて、徹底解説していきますので、ぜひね、参考にしてみてください。まあ、せっかく購入した iPhone 15シリーズ、ぜひね、えー、自分好みにこう、カスタマイズして、えー、楽しんでいってみてください。えー、これまでの iPhone を使ってる方でもね、設定できる部分も結構多いので、ぜひね、参考にしてみてください。それでは、行ってみましょう。 それでは早速、えー、おすすめ設定ご紹介していきます。えー、まずはですね、これマジで気をつけてほしいんですけど、えー、iPhone を使ってる方で、えー、端末のね、この iPhone の名前が自分の本名になってる方って結構いらっしゃると思います。で、えー、これね、知らず知らずに AirDrop なんかで共有とかの設定にしていると、名前が出ちゃうことがあります。なので、ぜひね、最初に、まず買ったら最初にですね、えー、端末名称を自分だけがわかるものに変え 変えましょう。はいえ、そんな設定をねご紹介します。設定は非常に簡単です。設定アプリを開いてえ、一般という項目を押します。はい、ここから情報というのがあるのでここをタップします。はい、今ねえ名前っていう項目が出てきました。これをタップします。 はい。えー、ここでね、今僕のやつは iPhone となっています。ここがね、本名な方も結構いらっしゃると思います。だからここを自分だけがわかるものに変えておくといいと思います。はい。あのー、結構ね、知らず知らずにあの名前が出ちゃっていて、あのー、電車の中とかでね、こうエアドロップやろうとすると他の方の名前がね、結構出てきたり、はい、する場合もあったりしますので、えー、ぜひね、まず最初に一回、まずは見直してみてください。はい、これだけはやっておいてください。じゃあ次。 iPhone 15とか15 Pro を使っていくならやっぱりバッテリー残量気になりますよね。えー、常時確認しておきたいっていう方も多いと思います。もちろん iPhone 15や15 Pro なんかでも、えー、バッテリー残量を常時表示しておくことが可能です。えー、設定アプリからバッテリーを開いて、えー、バッテリー残量っていうのがあるのでここをオンにします。はい、今ね、ここ。 えー、91%と表示されました。はい、えー。これでね、ロック画面をつけた状態でも、えー、バッテリー残量をすぐ確認することができます、えー。常時ね、ロック画面からこうやって簡単にバッテリー残量をね、数値で確認できますので、ぜひね、えー、チェックしてみてください。続いて iPhone をより便利に快適に使える機能を一つご紹介します。触覚タッチっていう機能です。 で、えー、触覚タッチ。これ、あの、非常に便利でして、えー、例えばね、電話アプリを長押しすると、えー、新規連絡先の制作だったりとか、えー、連絡先の検索なんかもできたりします。非常に便利です。昔ね、あの、iPhone に 3D タッチっていうのがあったんですけど、それと似たような機能になっております。で、えー、この触覚タッチ、えー、非常に便利なんですけれども、通常のデフォルトの状態だと結構長めに押し込まないといけないので、意外と不便だったんですよね。えー、新たにですね、これが高速化、 でできるようになりましたの非常に便利です。設定アプリ開きまして、アクセシビリティをタップします。はい。ここでですね、タッチっていうのが出てきますので、タッチを押します。はい。もうね、ここでね、触覚タッチっていうのが登場しました。ここですね。はい。タップします。はい。で、ここでですね、項目を選ぶことができます。はい。で、ここでね、一応テストっていうのができますので、例えば今ね、これ、デフォルトの状態です。で、早いに変えてみます。 わかりますかだいぶ早くなったのわかりますこれね、だいぶ、だいぶこのデフォルトと早いに差があります。どう考えても早いの方が使いやすいので、え触覚タッチを使うなら早いで利用するのがおすすめです。ぜひね、意外と使ってみると便利なんで、え利用してみてください。 続いて、アイコンのえ開け閉めのえ四角をシンプルにしたいと思います。開いて閉じる、このアニメーションがあるじゃないですか。これがちょっと苦手だなっていう方もいらっしゃると思うので、このアニメーションをシンプルにすることができます。はい。ちょっとね、疲れにくくなると思います。え設定方法は非常に簡単です。設定アプリを開きます。さっきと同じく、アクセシビリティをタップします。はいえ。ここからですね、動作っていう項目があります。ここね、タップしてもらって、 上、示唆効果を減らす。これね、アイコンの示唆効果など、ユーザーインターフェースの動きを減らします。はい、これでね、ちょっと疲れにくくなる感じがするので、一回オンにしてみます。はい、これでどうなるかっていうと、例えばね、設定アプリ、今、閉じてみます。はい、わかりますか次、起動してみます。はい、閉じます。開きます。はい、一度ね、示唆効果を減らす、オフにします。じゃあ、元に戻りました。どうなるかっていうと、 わかかりますかこのアニメーション。はい。こんな感じのアニメーションが、視差効果を減らすと、はい。よりシンプルになります。はい。こっちの方がね、僕は疲れにくくていいなって思うので、えここはね、ぜひ、どちらも試してみて、自分に合う方を設定してみてください。はい。これで意外と僕はね、気に入ってて、えー、たまにオンにすることもあります。ぜひね、使ってみてください。 続いて、アプリを使ってて、このアプリだけテキストサイズ、もうちょっと読みやすく大きくしたいなって思ったことありませんかはい、実はね、これ iPhone 15、15 Pro もね、アプリごとにテキストサイズを変更できる機能が搭載されております。指定したアプリだけ文字サイズを変更することができるので、統一してテキストサイズを変更する方法もあるんだけど、これがちょっと見にくいんだよなっていうものだけ、えー、ぜひね、設定してみてください。はい、えー、まずね、設定アプリから、 アクセシビリティをタップします。はい。続いて、アプリごとの設定っていうのが、下の方に出てきます。はい。一番下ですね。アプリごとの設定。これタップします。はい。ここからですね、アプリを追加します。はい。え例えばね、設定アプリを今、追加してみたいと思いますえ。設定アプリをタップして、さらに大きな文字。はい。ここからですね、えー 文字サイズを変更することができます。はい、今ね一番大きくしてみました。こんなに文字サイズが違います。一番小さいとこのサイズ。はい、ここからこうなります。はい、好きなところでぜひね設定してみてください。い分かりやすいので、ね、今一番大きい文字サイズにしてみます。で今設定アプリだけこの文字サイズになってます。一応ね確認してみたいと思います。 例えばね、今、サファリアプリを立ち上げます。はい、文字サイズは変わっておりません。はい、えー、文字サイズはいつも通りデフォルトの設定になっておりまして、じゃあ、設定アプリをチェックしてみたいと思います。はい、設定アプリは、 ちゃんと文字が大きくなっております。非常に大きいです。はい。えー、見失いましたね。はい。これぐらい、えー、大きくなります。で、今本当に設定したものだけ文字サイズが大きくなってるので、こうやってね、アプリ、このアプリだけちょっと文字サイズ変えたいなっていう時に非常に便利です。ぜひね、一度設定してみてください。えー、ちょっとね、今は見づらいので、えー、元に戻したいと思います。モバイルドットコム 次に、え、一気にアプリを移動する方法をご紹介します。え、iPhone を使ってると、アプリってね、まあ、これ入れて、これ入れて、これも入れたい、みたいなのでね、どんどん増えてくると思うんですけど、あ、ちょっと整頓したいなってなった時、え、例えばね、アプリを整頓する時に、こうやって長押しをしてね、え、アプリを移動すると思うんですけど、一個ずつだとちょっと時間かかるっていう時あると思うんですよね。はい。で、実は、これね、一気にまとめてアプリを指定して移動することができます。 はい。これね、めちゃくちゃ便利です。先ほどと同じように、え動かしたい、まずアプリを一つ、長押しします。で、この時ね、アプリじゃなくって、こう画面をね、長押ししても大丈夫です。はい。で、この状態で、例えば動かしたいアプリを一つ選びます。はい。今これね、動かしたいアプリの一つです。はい。で、じゃあ、例えば他のアプリも一緒に動かしたいってなった時は、もう一方の指で、こうね、動かしたいアプリをタップします。 はい、そうすると、はい、ここに今、まとまりました。はい、見えますか、はい、見えますか今、まとまっております、はい。ここに全部まとまってます。で、これを動かします。はい、ここに持ってきます、はい。一番最初のホーム画面に持ってきました。この状態で指を 話します。はい。するとですね、一気に7個のアプリが同時に移動できました。はい。これね、結構便利です。ホーム画面のね、整理をしたい時に非常に便利なので、ぜひね、試してみてください。もう一回試しにやっておきます。一つ動かしたいアプリを選んで、えー、そこからはもう一方の指でタップしていく。はい。あの、動かしたいアプリをタップしていく。で、そのまままとまったら、えー、動かして、話す。はい。これで一気にアプリを移動できますのでね、使ってみてください。 次もアプリのお話です。えー、iPhone を使っていると、あ、このアプリいいなって思ってインストールすることあると思います。で、Chrome をインストールしてみたいと思います。えー、新たにアプリをインストールしようとすると、ホーム画面に、えー、自動でね、えー、追加されます。これが今デフォルトの状態ですね。えー、新しいアプリが増えることにこうね、追加されていくので、どんどんホーム画面がね、えー、アプリだらけになっていきます。はい、まあ管理するのも大変になってくるので、実は最近の iPhone、アプリライブラリ っていうのがね、ホーム画面の一番最後にあります、はい、実はね、えー、アプリをここに直接インストールすることが可能です。ここにインストールを直接することで、ホーム画面にアイコンが置かれなくなるので、非常にこうね、あの、ホーム画面をスッキリ使うこともできますし、意図しないアプリを、えー、ホーム画面に置かないようにできるので、ぜひね、一度この設定も見直してみてください。えー、設定方法なんですが、設定アプリ開いて、 ホーム画面とアプリライブラリっていう項目をタップします。はい。今ね、ここ一番上見てください。新規ダウンロードアプリっていうのがあるんですけど、通常のデフォルトの状態だとホーム画面に追加になってます。これをアプリライブラリのみに変更します。この状態で再度アプリをインストールしてみます。今ね、Gmail があるので Gmail インストールしてみます。はい。じゃあ、どこに行ったのか。ホーム画面には さっき設定を変えたのでありません。はい、ちゃんとアプリライブラリに入っています。ここですね。はい、ここに Gmail っていうのが入っております。はい、ここにちゃんと、えー、まとめられておりますので、えー、インストールは無事できています。ホーム画面にアプリを持ってきたいときはこう、ここを長押しにして、えー、ホーム画面に追加することがこのように簡単にできますので、自分が、えー、置きたいものだけホーム画面に置くような形に設定ができますので、ぜひ、えー、試してみてください。 え次はサファイリに関する便利機能をご紹介します。実はね、新しい iOS17 からプライベートブラウザのロックができるようになりました。はい。え通常のタブとは別にプライベートブラウザっていうのがあります。えプライベートブラウザがロックされている場合はこういう感じで表示がされます。えロックを解除する場合はここをタップして Face ID を利用する、もしくはパスワードを入力するっていう感じの流れになります。 今までね、このあのサファリのプライベートブラウザ、ロックができなかったんですよね。サファリさえ開ければ、このプライベートブラウザモード、誰でも見れる状態だったんですよね。今回の iOS17 からですね、実は Face ID によるロックをかけることができるようになりました。はい、ぜひね、これは、ね、自分で、えー、ロックしたい場合はオンにすればいいし、逆にロックが必要ない場合は解除するっていう設定方法をご紹介していきたいと思います。設定アプリからサファリ、 これね下の方に行ってもらってプライベートブラウズをロック解除するにはフェイス ID が必要です。この部分をオフ。必要な方はここをオンにしましょう。はいで今ねパスワードが出てるんですけどパスワードを入れて はい。これで今ね、プライベートブラウズでロックがされない状態になってます。なので、えー、サファリを開いた状態で誰でもこれね、見れるようになります。はい。だから、ここをロックしたい人はさっきのところオンにしておきましょう。えー、iOS17 から利用できる機能なので、ぜひね、試してみてください。続いて、便利機能をご紹介します。背面タップでホーム画面に戻れる。はい。これどういうことかっていうと、今ね、サファリを開いてるんですが、画面に触れずにホーム画面に戻りたいと思います。 はい、こんな感じで画面に触れなくとも、えー、ホーム画面に戻ることができました。実はね、この背面タップっていう機能、背面をタップすることで様々な機能を、えー、呼び出すことができるショートカットな設定ができるようになっております。設定アプリを開きます。えー、アクセシビリティタップして、えー、タッチっていうところを押します。はい、続いて一番下。 え、背面タップっていう項目が出てきますので、背面タップをタップします。で、えー、ダブルタップとトリプルタップ。あの、二つね、設定ができます。三回タップして、えー、何か機能を呼び出したりとか、ダブルタップで機能を呼び出したりします。えー、今回はね、ダブルタップの設定をします。今ね、ホーム画面にダブルタップすると戻れるような、えー、感じの設定になっています。はい。えー、これ以外にもね、えー、いろんな機能をね、呼び出すことができまして、えー、結構ね、いろいろ本当にあるので、いろいろ試してみてほしいんですけど、個人的には、 えー、ホームに戻る、もしくはスクリーンショットだったりとか、あとはね、カメラの起動なんかも、えー、ダブルタップでできたりするので、このあたりをね、割り当てておくと割とね、便利に使っていただけるかなって思います。いろんな項目があるので、このあたりはね、ぜひいろいろ自分で試して一番使いやすいものを選んで設定してみてください。それではここからは iPhone 15、15 Pro 等を使うときに、えー、大事な設定。 設定をご紹介しますバッテリーを長持ちさせる設定です。iPhone 15、15 Pro なんかも、まあ十分ね、バッテリーは持ってくれると思うんだけど、えもしもの時のためにえ、バッテリーの長持ちをさせる設定だったりとかえ、バッテリーの劣化を防ぐための設定だったりとか、そういったものをね、えご紹介していこうかなと思いますえ。ぜひね、皆さんも一度設定見直してみてください。えまず、バッテリーの節約につながるところなんですが、え手前に傾けてスリープ解除のオンを オフについてですこんな感じで えー、iPhone を手前に傾けることで、えー、スリープを解除できます。この機能確かに便利なんですが、やっぱりバッテリー持ち的なところを考えると、オフにしておいた方が長持ちします。なので、普段からこの機能を使っていない方は、えー、手前に傾けてスリープ解除をオフにしておきましょう。えー、設定アプリからですね、画面表示と明るさタップします、えー。下の方行ってもらって、手前に傾けてスリープ解除。ここを、えー、オフにすると、えー、この機能が使えなくなります。 はい、もちろんね、使っている方はそのままオンで問題ないんですけど、少しでもバッテリー持ち伸ばしたいなっていう人は、えー、オフにしておくのをお勧めします。 続いて、アプリのバックグラウンド更新をオフにする。はい、これね、え結構便利な機能でえ、例えばね、アプリを使ってない時も、裏でね、アプリを更新してくれたりする機能なんですけれども、えー、必要がない、そういった更新をする必要がないアプリまで、えー、この機能がオンになっている場合があるので、バッテリーを節約したいなら、えー、このあたりをね、一回見直すのがおすすめです。えー、設定方法なんですが、えー、設定アプリ開きまして、一般。 はい。続いて、アプリのバックグラウンド更新っていうのがあります。一番上、オンになってます。全部オフにするっていうパターンもできたりとか、Wi-Fi の時だけ、えー、そういった更新をするっていう設定にもできます。デフォルトについては、えー、Wi-Fi とモバイルデータ通信という感じになっておりますので、ここは自分のね、えー、環境に合わせて選んでみてください。で、えー、オンのままでも問題はないんですけれども、大事なのはその下。えー、いろんなアプリが、えー、バックグラウンドで更新されるようになっております。まあ正直 必要ないいもものも結構あると思います自分が使ってないアプリなんかもあると思うので使っていないアプリだったりとか普段ね裏で動いてる必要がないものとかっていうのは自分でね判断しつつエオフにしておくのがおすすめですそうすることでバッテリーの節約につながりますので是非ね設定を見直してみてください 続いて、これもね、バッテリーの節約につながるお話です、えー。製品の品質向上設定を見直そう。はい、これどういうやつかっていうと、えー、iPhone の改善だったりとか、より良いものをサービス提供できるように、Apple がデータを収集するような仕組みになってます。なので、もちろん貢献したい人はオンのままでもいいんですが、えー、基本的にはここはオフでいいのかなと思います。バッテリーの節約なんかにもつながりますので、ぜひね、設定見直してみてください。それでは設定方法をご 紹介します設定アプリからプライバシーとセキュリティ、えー、そこからですね一番上 位置情報サービス、ここをタップします。で、えー、下の方、システムサービスっていうところをタップします。はい、いろんな項目が出てくるんですが、えー、下の方、えー、製品品質の向上、ここに、えー、項目が出てきます。ここの3つですね、えー。ここの3つは基本的にオフにしておいて OK です。であとね、おまけなんですけど、えー、利用頻度の高い場所、ここの設定がオンになっていると、自分がよく利用する、えー、場所をですね、記録してくれています。これ自動でやってくれてるんで ですがあの履歴を残したくないいよっていう人はえこのの、ね、項目ををオフにするのをおするおめします、まあ、これはね、まあ、あの自分の用途とかに合わせてでいいと思うんですけど、必要がない場合はオフにしておくのをお勧めします。使いたい場合はここはオンで大丈夫です。これね、精度が良すぎて逆に怖いのよね。はい。ぜひね、見直してみてください。 え次はですね、iPhone のバッテリーをどうしても今日は長く持たせたいみたいな時にぜひね、利用してみてください。省電力モードです。はい。設定はね、非常に簡単で、えー、設定アプリ開いていただいて、バッテリーという項目を押します。はい。えー、もうね、出てきております。低電力モード。ここをオンにすることで、えー、いろんなね、機能に制限がかかる代わりにバッテリー持ちを長持ちさせてくれます。緊急事態の時とか、あとはどうしても今日持たせたいなっていう時は、これをオンにしておくと、 長く iPhone のバッテリーを持たせることができますので、ぜひね、えー、そういった時に利用してみてください。 それでは最後、新機能です。で、これバッテリーの劣化対策につながるものなので、ぜひね、えー、一度設定を確認してみてください。充電する上限を80%に、えー、設定できるように新たになりました。iOS17 かつ iPhone15 シリーズのみ、えー、利用できるものになっておりますので、ぜひね、参考にしてみてください。えー、設定アプリ開いていただいて、バッテリータップします。はい、ここからですね、バッテリーの状態と充電、これをタップします。ここからですね、充電の 最適化ってていうののが出てきますのでここをタップで今まではね、充電の最適化、もしくはなしだけだったんですけど、新たに上限80%っていうのが設定できるようになりました。これを設定しておくことで、通常であれば0%から100%まで充電がしっかりされるんですけど、80%で止まってくれます。なので、満充電しないことでバッテリーの劣化を防ぐことができるんですよね。毎日毎日満充電をしていると、やっぱりバッテリーの劣化につながって しまうので、まあ、意図的に80%に設定してバッテリーの劣化を抑えるっていう設定が新たに、えー、15シリーズは加わっておりますので少しでもバッテリーの劣化を抑えたいっていう人は是非ね試してみてください。 それではここまで iPhone 15、15 Pro を買ったら最初にやるべき設定1 5選っていうのをお伝えしてきました。いかがだったでしょうかえー、おすすめの便利機能なんかもね、いろいろあります。えー、iOS17 だけが使える機能だったりとか、現状 iPhone 15シリーズにしかない機能もあったりするので、ぜひね、せっかく買ったんなら、えー、設定見直してもっと快適に使ってみてください。もちろんね、これ以外にも本当に iPhone っていろんな機能があります。えー、自分好みにカスタマイズしてより快適に使 使っていってみてください。今後もね、iPhone の便利機能だったりおすすめ設定なんかをご紹介していきますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。iPhone 15シリーズ買われた方向けにね、いろんなおすすめアクセサリーなんかもご紹介しておりますので、動画内に貼っておきます。ぜひそちらもあわせてチェックしてみてくださいえ。もしこの動画よろしければ、グッドボタン、いいねもよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。